どうもこんにちは、麦わら一味のコックのサンジです。いいかてめえら、今から俺が女の扱いのマナーを教えてやる。まず一つ目は、出会って付き合うまでの期間と付き合って別れるまでの期間は比例する。次、二つ目は、女は5回変化する。いつ変わるかは付き合ってから、同棲した時、結婚した時、子供が生まれた時、そして俺たちが定年退職を迎えた時、野郎どもそのつもりで覚悟して付き合え。そして熟年離婚されても生きていけるように、これからの男は料理を覚えとけ。消えてなくなれ、あの日のメモリーズ。少し力が入ったが、三つ目に行く。結婚する前に同棲しておけ。同棲してたった二週間で雨が降ってるにもかかわらず、自分の洗濯物しか取り込まねえ女とはすぐ別れろ。焼け焦げろ、あんな思い出、減るメモリーズ。ああ、なんだてめえら、冷たい目で俺を見るな。今の話は俺の話じゃねえぞ。それよりてめえら、今表情固まってる女の顔よく覚えとけ。心当たりある奴らだ。絶対騙されるなよ。まあいろいろ悪く言ったが、それでも俺は全ての女を愛してる。